消費者庁は二酸化塩素で空間除菌ができると謳った商品に合理的な根拠がないとして製造販売をする2社に表示をやめるよう命じました。大木製薬のウィールオフと CLO2 ラボのオキサイダーはテレビ CM などで空間除菌などと謳い、空間に浮遊するウイルスや菌が除去または除菌される効果があるかのような表示をしていました。消費者庁によりますと、両社に求めた表示の裏付けでは合理的な根拠を示していると認められませんでした。消費者庁は景品表示法違反にあたるとして表示の取りやめや再発防止を命じました。命令に対し大木製薬は、こうした判断は遺憾、法的措置も視野に入れて慎重に対応を検討するというコメントを出しました。 CLO2 ラボは命令を真摯に受け止め速やかに対応するとしています。